神串美子、神串、神串、神串から、生没年譜症は、危機等に伝わる古代日本の皇族。日本書紀では、神串美子、古事記では、神串を、多文献では、神串別名、神串地、五十皇彦命とも表記される。日本書紀、古事記とも、辞席の記載はない。第十二代、慶光天皇の御子である。日本書紀によれば、第十二代、 慶光天皇と、日の五十が姫との間に生まれた巫女である。道書では、道母帝として、稲瀬入彦巫女の名を挙げる。一方、古事記では、慶光天皇と、針官の稲日の王いらつむとの間に生まれた巫女と、する。また、道母兄として、串格別王、王臼命、王須の命、和猫命の名を記載する。なお、俗日本語記、浄和三年三月十九日上では、 神串命の名で、慶光天皇大獣王子である旨が記されている。また、高二千末代別礼命を挙げる形図がある。神串王母母は、宮内庁により、香川県高松市群れ町群れの神串王母に、地上されている。宮内庁上の形式は上演下法。この墓は、明治2年に、高松藩知事の松平来僧によって再営された。 毎年、王の命日と伝える10月20日に、正記祭と称する祭りが再行されている。古事記では、神串王を、紀国浮主部、阿弥顧、宇田主村の祖とする。新先生四六には、次の士族が公営として記載されている。俗日本五期、上は3年3月19日上によると、公営を称する佐抜国佐向川軍の佐抜公、A ただし、佐抜公、 英政らが、阿尊聖を賜り、右京三条二望に勘付されている。また、日本三大実録上元六年八月十七日上によると、同じく光栄を称する右京の佐ぬき阿蘇高作、佐ぬき阿蘇、時を佐ぬき阿蘇自陣らが、分け阿蘇聖を賜っている。日本初期では、神串美子を、佐ぬき国造の祖とする。また、仙台旧児本里、国像本里には、 次の国のみやつ子が光栄として記載されている。香川県に伝わる三流霊王伝説によれば、慶光天皇23年に三流霊王は直命を受け、さぬき入りして、瀬戸内の悪魚な退治を行い、同地に泊まり、中愛天皇8年9月15日に125歳で皇居したという。この三流霊王について、倒産では上串王のこととし、生産では、 ブラウン王のこととしている、神串応募に関するカテゴリー、ありがとうございます。